1951年5月23日東京都の大森教会で開催された日本キリスト教会創立大会日本キリスト教会は改革派の流れを組む日本のプロテスタントの教派の一つ通称は新日元新日記日本キリスト教団に飲み込まれて崩壊した日本キリスト教会の再建と位置づけられている第二次世界大戦後 旧日本キリスト教会の関係者は日本キリスト協力伝道会を結成し機関紙を発行して組織的に教会協力活動を行うようになった。それは日本キリスト教団の中で福音的信仰に基づいて伝道の協力をし合同教会の確立を目的としていた。さらに日本キリスト教団創立時にあった武政のような 会派を作ることを教団の執行部に要求した。しかし、その要求が受け入れられなかったため、信仰告白のない日本キリスト教団は教会でないとみなした。1951年神奈川県下国教会の牧師、長老が最初に教団から離脱するという声明書を公にし、大森教会や鶴見教会などが日本キリスト教団を離脱した。この離脱をきっかけに、 複数の教会が次々に日本キリスト教団を離脱した。そして1951年4月3日に札幌北一条教会で14教会による北海道仲介が開会。4月8日に7教会による東京仲介が開会。また4月25日には大阪北教会で近畿仲介が開会された。渡辺忍牧師は日本キリスト教団のスローガンである。 公開主義はなかったとしている。また、離脱に際して、日本キリスト教団による妨害工作があったと証言する。日本キリスト教団は、離脱派は南学だ。エキュメニズムの時代の流れに逆行する愚か者であると言って、日本キリスト教会を非難した。1951年5月23日、沢渡るが牧師をしていた。 大森協会で日本キリスト教会の創立大会を開催した。議長は大森協会の沢渡る、初期は鶴見協会の堀内智郎。その時の参加協会は北海道中海16協会、東京中海8協会、近畿中海15協会の合計39協会だった。その時の指導者は沢渡る、堀内智郎、上村玉樹。 藤田治小野村林蔵などであった。日本キリスト教会柏木教ぎ協会1953年10月、上村玉樹が牧師を務める柏木教会で、開催された第3回大会で、信仰告白と憲法規則を制定した。また、大小2つの教理問答を作成した。1954年の西宮中央教会で、開催された第4回大会で、 1955年4月から日本キリスト教会の神学校を設立する旨を決議し、大森教会を仮校舎にすることとした。日本キリスト教会立の神学校設立の準備に、また設立後は、理事長として鶴見教会牧師である堀内智郎が尽力した。日本キリスト教団の宮古田常太郎牧師は、 ジャパンタイムズ1957年1月14日号で、日本キリスト教会の離脱は、アメリカから資金を受けるための行為だと批判したが、ジョン・エム・エル・ヤング宣教師は、その事実はないと指摘している。1956年10月に、柏木教会で開催された第6回大会で、世界改革協会連盟に加入する決議をし、1957年に、加入が承認された。 1958年、東京都世田谷区鶴巻の建物に神学校の校舎及び大会事務所を移した。1990年、第40回大会で韓国、朝鮮の教会に対して行った神社参拝教養についての告白と謝罪を決議した。1995年、日本キリスト教会に解消。信仰告白及び 憲法規則の全面的な改定を行った。同年4月、大会事務所及び神学校を埼玉県川越市に移転した。日本キリスト教会は、各教会ごとの意思決定機関である、紹会、各地域ごとの意思決定機関である、中会、日本キリスト教会全体の意思決定機関である、大会という組織を形成している。横浜長老協会教団離脱50周年。 記念公演2001.0325第5回上田進学義務ナジウム主題公演今なぜひもとか辺忍、ジョン・エム・エル・ヤング天皇制とキリスト教ありがとうございます